クラウス・フォーン・アムスベルクは、第六代オランダ国王、ベアトリクスの王廃、ドイツのヒッツァッカーに生まれる。第二次世界大戦前まで父親が単画に一家に、広大な農場を所有していたため、初等教育を統治で受けた。少年時代は、ヒトラー・ユーゲントに所属、戦時中は労働奉仕を行った。1944年には徴兵され、第90装甲的団兵士団に所属して、 1945年3月、イタリアのメラーノでアメリカ軍の捕虜となった。戦後、リューネブルクとハンブルクで法律を学び、外交官となる。サントドミンゴとコートジボワールに赴任した。1965年、雑誌掲載をきっかけにオランダ王女ベアトリクスとの交際が明らかになる。戦時中ドイツ占領下にあったオランダ国民にとって時期多い継承者と、 旧敵国の人間との結婚は受け入れがたいとの意見も多く、二人の結婚には多難な前途が予想された。1966年に成婚する。式典会場となった、教会周辺には反対派のデモ隊が押し寄せ、爆弾が投げ込まれる騒ぎになった。オランダ軍が警備に8000人の兵を出動させ、ようやく式を挙行した。翌1967年に、 長男ウィレム・アレクサンダーが誕生した。オランダ王室に100年ぶりに生まれた男子であった。その後、さらにベアトリクスは二人の王子を出産、1969年までに、夫妻は産卵に恵まれた。1980年、妻のベアトリクスは母、ユリアナ女王の上位を受けて女王に即位した。それに伴い、クラウスは王廃と称せられる。一時、 クラウスはうつ病を発病した。ドイツ人のプリンスということで、オランダ国内に、反独感情の高かった時代に、周囲から強いストレスを受けたことが一因と考えられる。しかし、病状を国民に定期的に公表し、家族への愛を率直に語り、ユーモアも心得た、クラウスの言動、人柄はやがて国民に深く愛されるようになり、 女王よりも人気者とさえ言われるほどになった。クラウスのユーモアの一例として、私の重要な仕事は、開会式のテープカットをすることですと発言し、監修とマスコミに大受けしたことがある。晩年は、パーキンソン病を患い、2002年に抗居した、76歳を打つ、ベアトリクスとの間に産卵を設けた。ありがとうございます。